デペッシュモード、デペッシュモード、デペッシュモードは、イングランド出身のロックバンド、欧米では、スタジアム級の実績を誇る、世界的グループ、ニューウェーブの機種として、なおも、第一線で活動し続けている。メンバーの脱退、アルコール中毒、薬物過剰摂取による、自殺未遂などの苦境を乗り越えながらも、30年以上に、わたるキャリアと、全世界で、約9、 100万枚のシングルアルバムを売り上げた記録を持ち、その功績、業績に比して、日本での知名度は低いものの、2006年の MTV ヨーロッパミュージックアワードの最優秀グループ賞を得るなど、欧米での評価と人気は健在である。バンド名のデペッシュモードは、フランスのファッション雑誌ディペッシュモードから引用したものである。英語では、ファーストファッションと訳され、 最先端の流行という意味があるが、結成当時、特にその意味を意識して命名されたわけではない。サポート。1977年、学生だったフレッチとビンスが結成した、ノーロマンセン c ャイナ c が彼らのバンド活動の始まりである。結成当初フレッチはベース、ビンスはボーカルとギターを担当していたが、友人のがボーカルとして加入した。その頃マーティンは、 アコースティックデュオでギターを弾いていた。1979年、ビンスとマーティン、ロバートは、友人のポール・レッドモンド、ポール・レッドマンドを招いて、ザ・フレンチ・ルックを結成。ボーカルは、ロバート、マーティンが、ギター、ビンスとポールがシンセサイザーを担当し、後のデッペッシュモードを思わせる編成となった。ロバート・マーロウとポール・レッドモンドとの活動はここで、終わるが、ロバートは、 ミュージシャンとして4年ほど活動し4枚のシングルを出した後、休業。1999年に復帰し、ザ・ピーター・パン・エフェクトというアルバムを出している。1980年に入りビンス、マーティン、フレッチにより、コンポジション・オブ・サウンドが結成。これがデペッシュモードの母体となる。結成当初はビンスがボーカルとギター、マーティンがキーボード。 フレッチがベース担当だったが、やがて、ビンスとフレッチもキーボードに切り替える。そして、ビンスは、デビット・ボーイの、英雄夢語りの、ジャムセッションをしていたデーブをバンドに招いて、デペッシュモードの結成となった。デペッシュモードとして公式な最初の楽曲は、サム・ビザールの、コンピレーションアルバム、サム・ビザーに収録された、ホータグラフックだった。 その後のサム・ビザールと所属アーティストの間の諸問題を見た限りでは、ここでデビューまで誘いがかからなかったのは、運が良かったと言えよう。なお同コンピレーションに収録したバージョンは、ザ・シングルズ81-85に収録されている。デビューのきっかけは、彼らのステージを東ロンドンにあるパブ、ブリッジハウスで見た、ミュートレコードのダニエル・ミラーに声をかけられたことである。この出会いが、 デペッシュモード、そしてミュートレコードの後の運命を変えた。彼らは1981年2月にデビューシングル、Dreaming of Me を発表。前衛チャートで57位を記録する。続いて、シングル、New Life を発表。これが前衛チャート11位を記録するスマッシュヒットとなり、3ヶ月後に出した Just Can't Get Enough では、前衛チャート最高8位と着実に成果を出していく。 そして満を持たして発表したアルバムニューライフは全英チャート10位を記録し評論家や雑誌から好意的な評価を得た時代はニューウェーブの最盛期でありその時流に乗った形となる最先の良い船出で,であったしかしここで最初の不況和音と混乱がバンドを襲うかねてからプロモーションとツアー活動に不満を漏らしていた ビンスが1981年に脱退してしまう。作詞作曲を手掛けていたビンスの脱退はバンドにとってダメージとなったがニューライフでトラトラトラとビッグマフの2曲を手掛けたマーティンが代わりに作詞作曲を担することでバンドを存続させ、この件がマーティンの才能を開花させるきっかけとなったビンス脱退後の初のシングルとなった CU は 過去最高の前衛チャート6位を記録。続いて2枚のシングルを出した後、ア・ブロークンフレームを発表。マーティンは、ビンスの持っていた、ポップセンスと陰りのある作風を引き継ぎ、さらに独自のものへと発展させていった。やがてバンドは4番目のメンバーを求め、オーディションの結果、当時22歳のアラン・ワイルダーをメンバーとして選んだ。実はこの時、アランは年齢を詐称していたが、 問題にはならなかった。1983年に4人編成に戻ってから初のシングルとなる Get the Balance i g h t を発表。これは後のベスト版までアルバムには収録されなかった。続いてアルバム Construction Time は g a を発表。このアルバムでアランはバンドの音楽性に今までにない要素、金属の打撃音や 摩擦音といったインダストリアルミュージックの要素を持ち込んだ。コンストラクションタイムはゲインからはバンドの代表曲となるエブリシンカウンツがシングルカットされている。この頃からマーティンの死には社会の矛盾に対する鋭い批判や意味深なニュアンスが込められるようになってくる。1984年に発表されたサムグレートリオードは 挑発的な楽曲が込められた作品であり、売り上げも過去最高のものとなる。先行シングルとなった People are People は全英チャート4位、全米チャート13位など欧米でヒット。バンドのイメージを一新する人種差別と暴力をテーマにした、この曲は様々なアーティストがカバーした。アメリカではサイヤーレコードから同名のミニアルバムが発売されている。 またシングルカットされたマスターサーバントは詩の内容や無知の打撃音、鎖の音など当時は公にできなかった SM プレイを想起させる内容となりアメリカのラジオ局では多くの放送局が曲を流すのを自粛した。また BBC でも一時放送禁止が取り沙汰された。メンバーが黒い革やエナメルを用いた服装に身をまとい、マーティンが助走をし出したのもこの時期である。 そして、ブラスファマス・ルーマーズでは、自殺を図った少女が命を取り留めるも、キリスト教に目覚めた途端事故で死ぬという皮肉に満ちた、運命を背景に、神に毒づくという歌詞が問題となり、再びアメリカのいくつかのラジオ局で、放送自粛の処置が取られたが、BBC では、テレビ番組で歌うことができた。1985年、初のベスト版となる、 ザ・シングルズ八十一八81-85を発表。アメリカでは、同時期に、という収録曲が一部異なるベスト版も発売されている。1986年に発表されたシングル、ストリプットは実験作として発表された得意な楽曲であり、続いて発表された、ブラックセレブレーションで効果的に使われ、次第に彼らの特色となる立体的でアンビエントを取り入れた。 音響効果の片鱗を伺わせる作品となった。ブラックセレブレーションはその名のごとく、歌詞も視野や闇といったものからの影響が色を湧ている作品である。A クエスチョン・オブ・タイムのミュージックビデオは、これまで U2 やマドンナなど数多くのアーティストの写真を撮り続けてきたアントン・コービンが担当することになった。その後、コービンは、 デペッシュモードのミュージックフィルムのみならず様々な写真、ステージの演出など多岐にわたりバンドのビジュアル面に関わることになる。1987年に発表されたミュージック・フォー・ザ・マスイズは、マーティンの孤独感や人間関係のすれ違いを表現した歌詞と、アランのオーケストレーションを効果的に使ったシンセサイザー印象に残るものであった。 このアルバムでは初めてデジタル録音を取り入れた。そして101公演にわたる世界ツアーが始まり、その終わりとなった101回目のライブの地、カリフォルニア州パサデナのローズボールに6万6千人以上の観客を集めた。この模様はライブアルバム101ライブインパサデナに収録され、同名のドキュメントフィルムがドキュメンタリー映画作家 DA ベネベーカーの手によって撮られた。 1989年、シングル、パーソナル野草を発表。カントリーミュージックやブルースを匂わせる、ギターフレーズとメロディが注目を浴びる。翌年1990年には、エンジョイザサイレンスを発表。全英6位、全米8位という過去最高の記録を残す。そして、アルバム、バイオレーターはバンド史上最大のヒット作として、記録され、 アメリカだけでも350万枚も売り上げている。バンドの楽曲もクオリティを増し、10年間で築き上げてきたデペッシュモードの集大成的な作品となった。ツアー終了後、1991年にビムベンダースの映画、夢の果てまでもに、です、エスドアを提供した以外は目立った活動はなかった。1992年からバンドは次のアルバムに向け活動を再開。 録音はスペインで行われたが、街から遠く離れた別荘で行われたため、事実上の監禁状態にあった。そうした中で生まれたシングル、I Feel You は、グランジロックやオルタナティブロックの影響を色濃く受けたロックナンバーであり、バンドのイメージをさらに一新させるものとなった。加えて、デーブの風貌は、かつてのオールバックから長髪に髭を蓄えたものへと変化した。 そして、アルバム、ソングス・オブ・フェイス・ n d d デ v o ーションは、歌詞が、宗教的な要素を多く含んでおり、従来のマーティンには見られなかった表現であった。しかし、売り上げという点で言えば、I Feel You は、アメリカのモダンロックチャートで5週連続1位を記録し、ソングス・オブ・フェイス・ n d d デ v o ーションは売り上げこそ、前作、バイオレーターに及ばなかったものの、イギリス、アメリカ、 ドイツなどで1位を記録した。続けて行われたリボシャネルツアーではいくつかのトラブルに見舞われた。デーブの周辺には蘇生の怪しい人間が集まるようになる。南アフリカ公園の際、アフリカ系住民の居住区を視察に行ったところ、住民の感情を逆なでしてしまい、襲撃を受ける羽目になってしまう。そして南米公演にはフレッチが参加することを拒否する。 理由について後日、一時期情緒不安定になったことを明らかにしている。1995年6月、アランがバンドからの脱退を表明する。その理由として、バンドでの音楽面の貢献に対する自分への敬意が払われていないと主張した。同じ年の8月、今度はデーブが自殺未遂をする。 この時点でデーブは長年の薬物使用による重度の薬物中毒に陥っており、また2番目の妻とも離婚を余儀なくされるなど治療を要する状態になっていた。薬物治療を経て回復した矢先の1996年5月28日、親族から電話で懲りずに繰り返すと言われたことに逆上し、ロサンゼルスのホテルの一室でヘロインとコカインの混合物を大量に注射し、 手首を切って自殺を図った。偶然、友人がデーブの滞在していた部屋を訪ね、意識を失ったデーブを発見し、通報、病院へと搬送された。その途中、デーブの心臓が二分間止まっている。一命は取り留めたものの、二日後に警察に逮捕され、裁判の結果九ヶ月のリハビリを命じられ、これを達成する。以来、長年使用していた薬物と縁を切り、 住んでいたロサンゼルスを離れ、ニューヨークへと移った。さらにマーティンもアルコール依存症に苦しんでいたことが、後に雑誌、Q でのインタビューで判明した。同時に、ディボ・シャネルツアー、南米公演におけるフレッチの参加拒否の理由が、メンバーがそれぞれ抱えていた問題に対処しきれず、悩んだ末に心を病んだことが原因の一つだった、ことも判明した。次回作の準備は、 一連のトラブルの最中に行われていた。プロデューサーにボム・ザ・ベースのティム・シムノンを招き、作曲も進んでいた。しかし、デイブの自殺未遂とその後のリハビリの影響により、スケジュールは大幅に伸びてしまった。1997年2月に完成した3人組での3出発アルバム、ウルトラは、翌1997年4月に発表される。先行シングルの バレル・オブ・エーガンは、デイブの過酷な状況を表現した思い歌詞とメロディのロックなバーで、かつてのメンバーのビンスが雑誌、Q のインタビューの中で当惑するありさまであった。しかし英国チャート4位を記録。アルバムも英国チャート1位を記録した。ウルトラの内容自体は、バイオレーターの路線を継承するというコンセプトを取ったのと、ティム締めの音がアランの かつての仕事を思わせるようなアレンジに徹したアルバムとな、ウルトラからラは、It's No Good や、Home などが、シングルカットされた。1998年、2枚目のベストアルバム、The Singles 86-98を発表。これに合わせ、シングル、Only When, I Loose Myself も発表している。また最初のベストアルバム、The Singles 81-85も、 曲を追加して再発され、過去の曲を積極的に選曲したツアーも行われた。2001年のエキサイターでは、かつてのエレフォーの中心メンバーで、ビオクラとの仕事で実績のあるマークベルをプロデューサーに迎える。イドムなど、先進的なテクノやハウスの要素を盛り込み、従来のアルバムとは、毛色の違うものとなったが、評価は2分され、エネミーや、 ローリングストーンといった雑誌は好意的に受け取ったが多くのメディアが否定的な見解を見せた。売り上げは340万枚。2003年、デーブ、マーティンはそれぞれソロ作品を発表する。特にデーブは自ら作詞作曲にチャレンジしたことから一部からはバンド解散が危惧された。一方、フレッチは自らのレーベル、トーストハワイを立ち上げ、 クライアントという女性エレクトロディオをプロデュースした。2004年、シングルのカップリングに収録されていたリミックスを集めた、リミックス81から04を発表。ただし、すべてのリミックスを網羅していない。デーブのソロで生じた一部の懸念を吹き払うかのように、2005年に入り、バンドが新作、プレイングジエンジルの制作に取り掛かったことが公表される。 プロデューサーは、ブラーのシンクタンクなどを手掛けたベン・ヒリアー。ヒリアーは、特に、デペッシュモードに、思い入れがなく、単なる一バンドのプロデュースに徹したが、これが功を奏し、エキサイターで混乱したバンドの音楽性を、修正するとともに、かつての色を取り戻すことができ、なおかつ、デイブの作曲能力も優れていると評価する声は、多いが、逆に、エキサイターを評価した。 ローリングストーンなどのメディアやライターは批判的に似ている。売り上げは全米ではエキサイターをわずかに下回ったが全世界的に見ると360万枚に達するなど一定の成果を見せた。続いて行われたツーリング・ザ・エンジェルツアーは欧米をめぐり約250万人の動員を記録した。二千六年からは過去のアルバムのリマスターが SA、CD、 ハイブリッドと DVD のセットで蓄次発売され、2007年3月で、プレイングジェンジェルを含むすべてのオリジナルアルバムが、リマスー化された。また3枚目のベストアルバム、ザ・ベスト・オブ・デ・ペッシュ・モード・バル1が発表され、これに収録された、新曲、マーターもシングルカットされている。一方でマーティンは、DJ として、各地を回っている。2006年には、 輝かしい記録を作っている。音楽配信サイトの2006年度年間売り上げのトップアーティストとしてデペッシモードがランクインされたほか、MTV ヨーロッパミュージックアワードにおいて最優秀グループ賞を獲得した。MTV での受賞のスピーチはクレッチが言った。2007年はデイブの2作目のソロ作品が発表された。マーティンに続き、 フレッチも DJ として世界各地に足を運んでいる。2008年バンドが自作の収録のためスタジオ入りしたことが公式ホームページなどで報じられる。プロデューサーは前作と同じくベンヒリアー。2009年には春からのツアーの予定が発表され、続いてアルバム名サウンズ・オブ・ザ・ユニバースとトラックリストが明らかになりイギリスで4月20日に リリースされることが決まった。なお、アメリカでは長く所属していたワーナーミュージックグループ、サイヤーレコード及びリプリーズレコードを離れ、ミュートと同じ EMI グループのバージンレコードキャピトル、レコードからのリリースとなった。アルバムはマーティンがイーベなど、ネットオークションで買い集めていた、ヴィンテージシンセサイザーを多く用いることで、より幅の広いサウンドを作り出すことができた。 2月9日に収録曲の一つであるフラジェルテンションのリークがあり、デーブは後のインタビューでリークされたのはまだ最終バージョンではない未完成版と語った。だが3月26日にはフルアルバムがリークするという事態になってしまった。サウンズ・オブ・ザ・ユニバース発売後、イスラエルを皮切りに東欧、西欧、そして南北アメリカと続く 大規模なツアーツアーオブザ・ユニバースが開始された。しかし初日のイスラエル公演直後デイブが不調を訴え、直後のギリシャ公演が中止となった。さらに、イギリスに戻ったデイブが精密検査を受けたところ、暴行から悪性腫瘍が発見されたため、その適質と性養のため、また大体のスケジュールが取れないとして、東欧諸国の公演と各地のロックフェスティバルへの出演が全て中止となった。 ツアーはドイツのライプチヒ公園から再開されている。2010年2月17日、バンドはテーナゲキャンサートラストに協賛し、ロイヤルアルバートホールにてチャリティーコンサートを開催した。このコンサートでは事前にゲストが登場すると予告されていたが、アンコールの1曲目で1995年にバンドを、脱退したアランが登場、サムバディでピアノを弾き、ファンを沸かせた。 2012年12月11日、バンドはコロンビアレコードと全世界における契約を結んだと発表した。2013年3月、通算13枚目のアルバム、デルタ・マシーンをリリース。イギリスでは25日、アメリカでは26日。2017年3月、通算14枚目のアルバム、スピリットをリリース。性的思考が曖昧な歌詞や、 1980年代に特にマーティンが好んで身につけたボンデージ風ファッションによって形作られたバンドイメージからゴスやゲイの間でも熱い支持を受けるアーティトである。彼らの独特の美意識は主にドイツや北欧、ロシアを中心としたダークエレクトロ勢に受け継がれている。プレイング・ジ・エンジェル制作以前まではデイブは自らをマーティンの操り人形と 自虐的に言っていたが、自分のソロ作品、ペーパーモンスターズで作詞作曲を手掛けたことにより、マーティンそして自らの立場に対する認識を改めたと述べている。公式サイトでは2004年から2007年頃まで、エイプリルフールニュースが配信されるようになった。2007年はデーブがレストランを開業すると報じられ、フレッチが一時期ガス購入。 ゴコグネスというレストランを経営していた話に引っ掛けたもの2006年はザキュアのロバート・スミスがプレイング・ジ・エンジェルのジャケットのデザインが自分のシルエットに似るとアントン・コーィンを訴えたなど気をつけないとうっかり信じかねないニュースばかりが毎年出されたしかも性質が悪いことに4月1日ではなく前日に記述され2004年の FCC 連邦通信委員会がクラッキングされたというネタについてはラジオ局まで協力した。ワールドバイオレーションツアーの日本公演では欧米のバンドとしては極めて珍しい金沢での公演が実現した。リペーシュモード公式サイトツアーデータベース。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。